重な試合といいますか、強い選手だというふうに思うんで、日本人の強さというのを証明していきたいというのが一つなので、まあ、4団体統一っていうのは、まあ、一つを特化して言うっていうのはすごいこう、まあ、言いづらいというか難しいんですけど、まあ、一番は、まあ、これまで、まあ、培ってきた、まあ、やってきた経験もそうですし、まあ、ボクシングで言えば、まあ、その経験の中で、まあ、自分自身と向き合って自分のボクシングっていうのを考えながら、まあ、作り上げてきたことがベースにあって、まあ、それがあるからこそ、まあ、次の試合の相手もそうですけど、まあ、いろんな試合に向けて、まあ、調整できると思うので、まあ、自分がボクシングの中ですごくこうスピードがあるとかパンチが武器ですっていう風な言い方はちょっとできないんですけど、まあ、そういった全体的な部分見て、まあ、経験の中で自分のボクシングをまあ確立できたことが一番自分の武器かなっていうふうに思います。まあ、無敗もそうですけど、まあ、IBF の現役のチャンピオンなんで、まあ、世界チャンピオンになるっていう選手は、まあ、かなりまあレベルも高いですし、まあ、成績を見てもまあ強い選手だなっていうふうに思うんで、まあ、かなりの強敵だと思って、まあ、自分もここまでやってきました。まあ、世界戦数で言えば、まあ、数を戦ってきましたけど、まあ、統一戦、まあ、その中でも統一戦っていうのはやっぱ数えれるぐらいの、まあ、試合しかできないくらい、まあ、貴重な試合といいますか、まあ、チャンピオン同士の戦いっていうのはいろんなことが折り合わないと実現しない試合なんで、まあ、今回、まあ、その試合が実現して、まあ、実現したっていうことがまず素晴らしいことですし、まあ、その舞台に立てるっていうことはすごい感謝すべきことなので、まあ、その気持ちを持った上で、まあ、戦うんですけど、まあ、一つやっぱこの試合できるっていうことが大きなチャンスだと思うし大きな挑戦だと思うので、その舞台に立てるので、まあ、立つからにはやっぱ勝ちたいですし、まあ、そのために何をするかっていう部分で今回の試合に向けてもやってきたので、残り、まあ、1週間切りましたけど、まあ、できることを全て決めたことをこなしてリングに上がりたいと思ってます、まあ、この試合勝てばその試合に大きく近づくと思うので、まずはこの試合勝って、その先、まあ、望んできた、まあ、そこをずっと望んできた部分が一番大きいので、まあ、2団体統一して WBC のチャンピオンと3団体統一戦ができたら、まあ、自分が思い描く一つのこのスーパーフライ級でのストーリーは実現できるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、4団体統一っていうのは、興味がないっていう言い方はおかしいですけど、まあ、そこまでは考えてなくて、あくまで今次の統一戦もそうですし、まあ、WBC のチャンピオンが、まあ、前チャンピオンがエストラーズ選手だったので、まあ、その選手と試合をするっていうのが一つの僕の中での実現したかった試合だったんで、まあ、彼が一番タイトルを保持して、まあ、その試合実現できればよかったんですけど、まあ、彼が負けてしまって、まあ、対戦する、まあ、標的相手は変わってしまったんですけど、まあ、その僕がずっと戦いたかった選手に勝った選手なので、まあ、評価って意味では変わらないですし、僕はタイトルを追い求めてるというか、その選手、まあ、世界的に評価の高い選手と戦って、まあ、世界の評価を得て日本人の強さっていうのを証明していきたいっていうのが一つなので、まあ、4団体っていうよりかはまずはそこを目指して、もうかなりこう近いところまでは来てると思うので、まあ、そういった上でも次の試合すごい大事な試合なので、まあ、
この試合にまずは全て集中して全てをかけたいと思ってます。まあ、井岡一翔として、まあ、ここまでキャリアを、まあ、積み重ねてきて、まあ、キャリアもおそらくですけど、まあ、終盤を迎えて、まあ、できることっていうのは、まあ、年齢的に見てもそんなに長くないと思うので、まあ、この一戦一戦で、まあ、世界的な評価を得ることが、まあ、日本人としての強さも証明できることだと思いますし、僕自身も、まあ、その証明がしたくてもう一度リングに上がって戦ってきたので、自分が思い描くことを実現するためにも、まあ、次の試合もすごい大事な試合だと思ってます、はい、僕自身の強さもそうですし、まあ、見ている方に何か伝わるような、まあ、特に、まあ、次世代を生きる日本人に、うん、この今を生きる日本人として恥じないように、まあ、何か気持ち的な部分を戦いの中で、まあ、伝えることができたら、まあ、戦う意味っていうのはより大きくなると思うので、言い方はちょっと古いかもしれないですけど、まあ、大和魂を見せれたらいいなと思ってます。